はい、皆さん、こんにちは。改めまして、桃太郎と申します。昨日のトレード報告の動画に、よかったらチャンネル登録お願いしますっていうタグを付けさせてもらったんですけど、そちらを見ていただいて、多分チャンネル登録してくれた方がお一人いらっしゃるので、この場でお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。まず、このチャンネルは、ちょっとトレードだけじゃなくて、私の趣味である植物の栽培とか、あと日頃の愚痴なんかをね、吐き出すこともありますので、初見の方なんかは突然そういう動画が出ると驚いてしまうかもしれないので、先に、ご了承願います。で、まずね、昨日トレードが、終わりまして、この週末は特にね、持ち越してるものはありません。まあ、強いて言えば、もう1年以上前からずっと塩漬けになってる銘柄はあるんですけども、トレードとして今動きがあるものは今週の週末は持ち越さないことにしました。で、今からね、朝ごはん兼昼ごはんを食べていきたいと思います。多分ね、こちらはセブンイレブンじゃないと思うんですけど、ローソンかスーパーで買ってきてもらったんですかね。冷やし温玉とろろそばです。ご飯のレビューするの久しぶりですよね。やっぱりつまんないかなと思ってあげてませんでした。あとね、正直言うと、めちゃくちゃね、精神的に不安定というか、具合が悪いんですよね。なので動画を上げてませんでした。で、ちなみに今ね、6月27日土曜日の午後4時半となってます。早速ね、こちら食べます。昨日からね、ずっと頭が熱っぽくて、風邪とかじゃないんですけども、ストレスですね。あと、怒り。で、熱が出ています。具合が悪いです。あと、マッチングアプリについては、最近も、まあ、順調に、いいねいただいたりとか、マッチングしたりとか、まあ、してるんですけれども、その中からね、まあ、何人だろう。4、5人の方と最近お話ししたかなと思います。私のプロフィールをどれぐらい読んでくれてるのかっていうのはちょっと、まあ、個々にわからないんですけど、まあ、多分ね、自己紹介だけじゃなくて、一言つぶやきみたいなところにも、私の身体障害のことを書いてあるので、それをさすがに見ないでいいねしてくる人はあまりないと思ってます。ってことで、まあ、前提はね、クリアしてもらった上でお話ししてると思うんですけど、年齢は様々で、自分と近い人だったり、あと一回りぐらい年下の方だったりとかしてますね。まあ、あとは、これ驚いたんですけど、昨日の夜にね、そのアプリでメッセージのやり取りした方は、私と同じ時期に、ほぼ同じ地域に一人暮らししてたんですよね。ちょうど3.11のあたりなんですけど、で、お店とかね、あそこにあれがあって、みたいなお話をして、年もね、多分私の方が誕生日が早いだけで、学年が一緒だと思うので、ほとんどね、同じ時期にね、ほぼ同じところに住んでたんですね。そういう方とね、知り合うことがあるんだなと思って、驚きましたね。まあ、恋愛に発展するかどうかっていうのはちょっとまた別かなとは思うんですけど、まあ、これはこれで、それぐらい接点がある方とかお話が通じる方だったらありじゃないかなって思いました。はい。それから、次がこのとろろ芋ですね。それからね、昨日金曜日だったので、まあ、郵便物が届きまして、さっき言ったね、もう1年以上前から塩漬けになってる銘柄の方が、3月のね、年度末の配当が届きました。って言っても、受け取りを再投資にしてるので、私がまあ取りに行くとかではなく、普通に口座に振り込まれるんですけども、額はね、ちょっと、他人にね、見せるほどのものじゃないんですけどね、ちょっと恥ずかしいんですけど、まあ、見せますね。はい。1300円。はい。ってことで、まあ、口座にね、振り込まれるということです。でも、まあ、塩漬けになってるんでね、こういうのがあると、まあ、また、まあ、しょうがないかとか 思ったりしますね。うん。あとは、この同じ会社で封筒の中に、まあ、優待券も入ってましたんで、まあ、そちらはね、自分は近くに利用できるお店とかがないので、まあ、優待の方はね、人にお譲りしようかなと思ってますけどもね。そんな感じです。で、あと最後ね、温泉卵です。よいしょ。あ、奥行ったかな。
い、できました。温玉とろろそばです。ではいただきます。やっぱりね、こう暑くなってくると麺ですよね。うん、おつゆがちょっと普段のおつゆと違うかな。旨味がなんか違いますね。うん、さっぱりして美味しいですね。で、こっから先はちょっと私の言葉遣い悪くなるので、初見の方とか、あといつもそういう動画はスキップしてるっていう方はここまでで動画をストップしてください。正直言ってね、死んでもらいたい人がいますね。まあ人生生きてると何回かそういうことはあると思うんですけど、他人だったらね、まあ自分の環境を変えたりすればもう付き合わなくて済むんですけど、身内にいるとなかなかそうもいかず、でしかも、自分が望んだわけでもないのにこういう体になって他人の助けがね必要になってしまうと、本当にね、そういう部分をいじめられると悔しくて悔しくて、その人に対する人間性を疑うっていうのもあるんですけど、実際傷ついて本当にそういうことを言う人間がね、自分の身内にいるっていうこと、あとそういう人間がいるっていうこと、もう悲しいし、もうなんて言うんだろう、がっかりして、昨日からねもう熱が出てます。目も辛いし頭も熱っぽくて、涙がね出そうなのをぐっとこらえてます。願いが叶うのであれば、そういう人間性のクズな人間は私よりも早くあの世に行ってほしいと願ってます。はい、愚痴はここまでにして、まあ今日土曜日なんですけど、予定としては今日の夜読書したり映画見たり、ちょっとリラックスして、これまでちょっとできなかったことを時間をきっちりとってやろうかなと思ってて、あとは一週間のトレードのまとめというのも動画一回撮ってみたいなと思ってるんで、まあちょっとまとめるのが長いと、今こんな熱が出てる状態の頭で脳疲労が出て余計に精神的に参っちゃうので、ざっくりとしたおさらいみたいな程度のまとめにしようと思ってます。